ていうタイプ3の人、はい、うん、まあ、ウィング2の場合、うん、はい、この2の人が健全な時は、うん、もう一つのサブタイプ、要は3ウィング4よりも感情に動かされやすく、うん、のびのびしている、うん、外交的で元気な資質はタイプ7に似ているとも言えます、うん、タイプ2のように親しげで寛容、助けになると同時に、うん、タイプ3特有の落ち着きと自負心、高度な個人的達成を維持します、うん、愛されることを望み人と親密でいたいという衝動も持っていますが、うん、時により充足的な私生活や家庭的な安定の代わりに公的な生活やそこで認められることを選びますと、うん、で通常の場合3ウィング2の通常、うん、彼らは自分が好ましく思われない、うん、いかなる特徴も抑圧しようとします。自分の価値は他者を引きつけ幻惑さえする能力から来ると感じるのです、うん、つまり人から好かれ感心されたいと。彼らはどうやって相手を感心させるっていうスイッチを入れることをしていると、うん、そして多くの場合そのことに没頭して しまいますと、うん、彼らの行動はできすぎでわざとらしい感じになることがあり、うん、良い評判を得て信頼されたいというせっかくの試みが損なわれますと。この細部タイプの人は往々にして極めて競争心が強いとはいえ普通は表に出しませんと。社会的な関係を満足させたり親密な状況で振る舞うために多様な自己イメージに頼るかもしれませんと、うん、なるほど。もう一つ4のウィングの場合、プロフェッショナルとあります、うん、先ほどの3ウィング2は魅了する人、うん、で3ウィング4はプロフェッショナルとあって、うん、この健全な場合、うん、個人的魅力よりも仕事やキャリアの成功により自負心を持てると感じます、うんうん、自分の仕事が傑出していて人からよく思われることを望み往々にしてキャリアのためにエネルギーを費やしますと、うんうん、自分が選んだ職業や技能が何であれそれを楽しむ、うん、プロ意識を守るために個人的犠牲を払うことを厭いません。そつなく魅力的ですが概してもう一つのサブタイプよりも真面目で仕事志向ですと、うんうんうん、そのためタイプ1に見えることがありますと、うんうんうん、で通常の場合は強い野心と自信のなさが同居していますと、うんうん、それは必然的に途方もないプレッシャーを作り出し完全さに向かう衝動についてはタイプ1と似ている、うんうん、が彼らは自分が拒否されたり劣っていると恥をかくことを避けるために、うん、何らかの方法で完全さを体現したいと望むのです、うんうん、このサブタイプの人たちは自分の価値のすべてを個々のプロジェクトにかけていると感じます、うん、多くの場合有能で落ち着いた様子を見せますがどちらかというと非社交的になり得ます、うんうん、キリッとしてる感じですかね、うん、なんか近寄りがたいような。そうじゃないですか、はい、彼らはまたもったいぶったり傲慢であったりするかもしれません、うん、自意識過剰で自己を卑下するということもあります。そのためサブタイプが分かりにくく時には矛盾したものになりますとありますね、うん、この3のとらわれは、うん、欺き虚栄価値を認められることってあるんですけど、うん、タイプ3の欺きの一つは、うん、真の自己を反映しない自分を提示する傾向ですと、うんうん、さらに重要な側面というのは自己欺瞞です。外向けのパフォーマンスを維持するために、うん、自分が本当に世界に提示されている理想化されたイメージ通りの人間であると納得する必要があると、うん、それと同時に自己欺瞞を続けるために自分が不十分であるという気持ちを抑圧しないといけないと、うんうんうん、もしこのイメージを手放してしまったら、うん、他の人は自分の至らないところを目にして、うん、拒否されてしまうっていう恐れがあると、うんうん、それはまた自分には価値がない、うんうんうん、と思ってしまうから、ね、はい、したがってこの3は、うん、欺きというとらわれを持っているがゆえに、うん、人に自分の優秀さを認めてもらおうとしますと、うん、また絶えず自分自身を奨励しなければならないと、うんうんうん、ある意味でタイプ3は自尊心を保ち、うん、さらなる達成に向けて
やる気を出すために、うん、自分自身に嘘をつかなければならないのです、うんうん、お前はすごい天才だ、うん、誰もこんなレポートを書いたことがない、うんうん、って書いてあります、うん、で、欺きについて考えるもう一つ有益な方法は、うん、真の自己成長に関する怠惰の結果として見ることです、うん、通常の段階のタイプ3は真の自己を見つけるよりも自我や自己イメージを完全なものにするようエネルギーをつぎ込みます、うん、なぜなら自我そのものがリアルな自己であると信じるからですと、うん、この作り上げたものが俺である、うん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 、なるほど。でそう見えるように取り繕おうとするみたいなんですよね、はい、要は本当の自分を見つけるよりもっていうことですね、うんうん、適応すること、うん、またこうあってほしいっていう人からの期待に従うことを絶えず奨励されていると本質の真の資質を発達させることはとても難しくなってしまいますよと、うんうん、3の先輩に会った時に有名な人の友人とクラハでつながってる、すごい本を書いた人と Facebook とつながってるなどの話が続いて、最終的にビジネスに誘われる。そしてビジネスの具体的な内容がわからない。多分その辺が、はい、あのうさんくさいと思われがちなところだと思うんですよね。そうなんですよね、うんうん、いやあなた人を見せてですよね。そう人柄を見せてよですよね、うんうんうん、で俺はこんなこと達成したとか、はい、そういうことばっかりじゃないですか。いや、うん、同じお金を払うんだったら、うんうん、もっと有名な人いますもん。まあそれはそうですよね、はい、うん、しなんかまあ、うん、あのまあ、結構今比較的にそういう人とつながったりできるじゃないですか、うん、でその要はその価値があるって思われたいから大きなことを言うわけじゃないですか、はい、俺はもっとできるみたいな、あの有名なあの人よりは俺の方がもっとできるみたいな、うん、見栄を張る、はい、っていうところじゃないですか。悪いところは、悪いところはっていうことですね、っていうかそのうさんくさく見える理由原因。なるほど、うん、うさんくさいかな。まあ、うさんくささはありますよ確かに、うん、なんか本心を言ってない感じがするんですよ。あ、なんか強がってんのかなみたいな、はい、でも人ってみんな本心言わないですよね。本心そんなに、うん、まあ、言わないけどなんか強がってる感じゃないですか。で自分自身もそこを認めたくないから、はい、自分自身にもこう蓋をするみたいなところは俺はできる、ありそうですね、まあ、うん、一生懸命努力はしてるんでしょうけどね。努力はしてて できないことでもできるって、俺ならできるって、はい、まあ、人も欺くし自分も欺いてるんですよ。あ、うん、人も自分もですね、はい、うん、なのでストレスが反応するとタイプ3は、対抗の方向はタイプ9、うん、怠惰の人たちですね、うんうん、はい、通常の段階にあるタイプ3はうまく機能しなくなっていくと、うん、タイプ9の資質の一部を行動化することになると、うん、はっきりとした目的を持って達成することにかきたてられ、うん、自分がしていることになりきっているが、うん、落ちていくと、うん、それは止まってしまう、うんうんうん、怠惰になっていくと、うん、タイプ3は名を残し自分の価値を証明することに熱心なあまり、うん、必然的に他人との関係において、うん、ストレスや葛藤を生じさせます、うんうんうん、そのような時にはスピードを落として通常の段階のタイプ9のようにもっとそつなく人に合わせるかもしれません、うんうんうん、でタイプ9に動いたタイプ3というのは、うん、大勢の中で目立ちたいとは望むものの、うん、あまり自分を出さずに溶け込もうとしますと、うん、タイプ3の成功の追求は往々にして実際には興味の持てないことをやらざるを得ない状況に至る可能性がありますと、うんうん、こうした対応は限定された期間であれば可能かもしれません、うん、けれども、うん、タイプ3の真の欲求に根ざさず、うん、もっと長く場合によってはキャリアとしてあるいは対人関係の中でそれを行い続けると、うん、タイプ9のように心が離れ、うん、関わらなくなりますと、うん、効率的というのはより忙しいだけであったり、うん、決まりきった仕事で時間を埋め困難な状況に影響されず乗り切ることを願います、うん、タイプ3は大抵仕事や人への応答をテキパキとこなしますが、うん、ストレスにより 不思議なほど反応が鈍く、うん、無関心になりますと、うん、っていうのを繰り返していくとキャリアにおいてはまあその失敗、うん、挫折、うんうん、
っていう打撃が大きくなりすぎて、うんうん、自分自身に幻滅してしまう、うんうん、そして自らのなんか虚無感とか燃え尽きのようにつながっていく、うんうん、っていうのが続いてまた時間がどんどん無駄になっていくっていうのがあるようです。まあそれが気づきにもなるっていう話なんですけどね、うんうん、自分が今までいかに無駄にしてきたかとか、うん、ちょっと今無駄なことやってるなとか、結局その、まあ、自分がない感じじゃないですか。成功が人に認められるって話なんで、はいはい、人が認めてくれるかどうかは人の問題じゃないですか、はい、でそこでストレス抱えていっちゃうみたいな、はい、あの人が認めてくれないからって言って落ちてくわけじゃないですか、 とか、まあ、やそれがいいと思ってやり続けた時に、うん、思ったような効果が出ないとか、効果が出ない人が、うん、ね、僕私もそうですよ、うん、すぐに1万人いくと思ったんですよ、うん、YouTube で、うんうん、全然、うん、でそこがお前なんか誰も見てなかったんですよこれがマジだったんですよ、うん、はい、僕はまあそんなもんだと思ってましたけどね。ちょっとびっくりしました、うん、もうちょっといくとは思ってましたけど、思ったよりいかないですね。思ったより、まあ、なんだろう、ここ最近というか1年ぐらいというか、はい、こうやって伸びていくと思ってた思ってたのがなんかこう正比例でしたね。そう、正比例で増えていくみたいな、はい、この辺、うん、はい、だからこう自分のしアドラー的にいくと自分の幸せを他人が握ってるってとこじゃないですか。そうですね、うん、この中でやりがいを見つけていくっていう、そうそう、はい、うん、だからより人に合わせていくんで、はい、より人が認められ人が認めてくれる方向へ進んでいく。だから本当はやりたくないことなんだけど、はい、人が認めてくれるならあれをやるみたいなでどんどん苦しくなってくるんじゃないですか。なるほど、本性を見せないことが本性、隠してる中身なんてないのに中身があるように見えるから疑われるあたりですかね。あ、なるほど、これちょっとタイプ3っぽいですね、うん、中身ないんですよ。だから多分本当にこれがやりたくてやってるっていうか、はい、みんながこれやった方がいいからやってるみたいな、熱意を感じられない、うん、でその熱意をパフォーマンスでアピールしてるみたいな、本心でそれをやりたい。なるほど、楽しそうじゃないかもしれないですね、うん、だから社会のためにとか言って上手にプレゼンするけど、はい、なんか本当に社会のためになんて全く思ってないみたいななるほどなるほど。タイプ3に共通してるのは、うん、話してて人からどう見られてるか気にしてる感があることですかね、うんうん、本人は気づいてなさそう、うん、喋ってる内容より喋ってる自分に意識が向いてるのかなと、うんうん、健全度が低い時の話をしています、うん、はい、まあ、通常か通常の、はい、うん、空箱の中身をさも中身があるように解いてしまうタイプ3、うん、その中におぞましく美しいものを詰めてしまったタイプ4、うん、まあ、そんな小説がありましたねとまあみんなイネルカムはみんなそうなんですけどね、まあ、うん、そう、みんな自分自身をこうやって隠して隠して生きてるんですよ、うん、みんな、うん、はい、で統合の道はタイプ6に行くとあります、うんうん、なんで二等兵が言う3と6っていうのはつながってます、うんうん、繋がってる、はい、タイプ3は健全なタイプ6のように他の人たちや個人的興味を超えた目標に責任を持って関わることを学び、うん、自己実現し健全さを保ちますと、うん、そのため自己イメージを維持する必要よりも、うん、自分自身よりも大きな何かが育つことをサポートしたいという真の欲求へ関心が移りますと、うん、統合へ向かうタイプ3は今まで予想もしなかった方法で真の自尊心を見つけ始めるのです、うん、さらに人と協力的に関わるにつれ、うん、キャリアにおいても対人関係においても、うん、健全なタイプ6の持つ勇気と内なる導きの感覚を発見し始めます、うん、そのことは彼らの真の資質をより表現することを可能にしてくれますと、うん、コミュニケーションがシンプルで誠実、うん、率直になりますと、なぜなら人を惑わせる必要がないからですと、うん、どんな一生懸命でも自らのハートに従わず目標を追求することによって自分の価値を確かめようとするタイプ3は良い結果を生むとは思えませんと、うん、彼らにとって驚きとなるのは心からの献身を大事にすることを通じて生じる無視の行為や分かち合うという責任の中に自らの存在価値と深い充足感を見つけるということですと、うん、彼らは自分が人と一緒に想像するものに心を深く動かされますと、うん、
そして喝采のあるなしにかかわらず、うん、行為がもたらした美と善を目にしたときに、うん、なんかああ自分の価値っていうのを感じるとあります。なのでアドラーみたいですねこれ本当にね本として本当よくできてますよ、うん、はい。通常のタイプ3はソリスト、うん、独奏者のように感じる傾向がある、うん、人のやる気を引き出し、うん、チームスピリットを生み出すことができますが、うん、本質的には、うん、自分が一人であると感じるのです、うん、かつてはファミリーヒーロー家族の英雄であることが、うん、重荷によりそのサポートや慰めを求めることができなかったこのタイプ3っていう英雄、うんうんうん、英雄なので助けを必要とすることが許されない、うん、って思ってたんですね多分、うんうんうん、だけども6に向かって統合するにつれて、うんうん、人生の中でサポートにも気づく、うん、そしてまたそれを受け入れる、うん、で必要な時は勇気を持って助けてって言うことが、うんうんうん、それを求めることによって、彼らは本当は普通であれば、うん、助けを求める自分は、うん不十分だ恥ですからね、はい、人を失望させてしまう、うんうん、で強い恐れがあるが、うん、その勇気ですねタイプ6のいいところ、うん、を持つことによって、うん、それを言うことで、うん、もっと大きいもの、うんうん、パワフルなもの、うんうん、っていうのを作り出していきますよと、うん、ただまあそのタイプ3が、うん、ああじゃあそうすればいいのね、うん、って言って、うん、それを簡単に真似しようとしても、うん、それ普段のタイプ3ですからね、はいあのいいように人を使ってっていうこの辺が、うんうんまあ、難しいあたりでありますが、うんうんはい、落ちていく何もしないっていうのも違うし、うんうんうん、自分だけがっていうのも、うんうん、要は中身を見せてくれって話ですかね、うん、勇気を出して、うん、弱いところを見せてくれ、うんうん、君が見たいんだと本当に仲良くしたいんだと信用させてくれよと、まあ、だからこう、まあ、普段は人から認められることしか、はい注目してないって感じじゃないですか。あ、そっか、うん、そうですね。人に認められることしか注目してないから人に認められるようなことをする、はい、けど本当に成長しようと思ったらそうじゃなくて本当に周りのためになるようなことをしろみたいなことじゃないですか。はいはいはい、はいうん、そうすると自然にみんなに感謝されるし自然に認められていくよみたいな認められようとしなくてもっていうなんかアドラー的な、はい、だってやっぱりこの目、うん瞑想三六、うん、やっぱちょっと心とつながる練習というか、はいはいはいうん、自分の本当のニーズは何かっていうものですね、うんうん、そうだから普段は本当に認められるのは何かって考えてパフォーマンスですよ認められるパフォーマンスをしてるだけ、はい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 、だから社会の役に立とうとかじゃは考えてないそうですね、うん、人のためとかっていうのはあんまり考えてないみたいな人にいじられても向きにならず上手に同化になれるタイプ3は魅力的、うん、健全高くないと大概切れるかと要は恥なんですよねちゃんとできてない自分がはいはいだからその恥の姿を周りに見せたくないわけじゃないですかはいだからこう切れるんですよもう痛いとこ疲れてるはいはい、はい、で健全度が高いと、はい、その恥っていうのをまあ感じない、はい、ちゃんと助けてできない自分もこれ自分できないからちゃんと助けてよって言えるってとこじゃないですかだからこう切れないみたいなありがとうって言えるみたいなああありがとうねそうっていうタイプ3のお話、うん、ちょっとアドラーで見ると、はい、エニアグラムは面白いなと思ってます面白いですね、はい、その人の欲求が見えてくるなっていう、はい、どう動かそうとするかとか、うん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 、っていう話ですもんねそうですね、はい、タイプ4の時も、うん、アドラーを連れてきてうん、ちょっとまたお話ができればいいかなと思ってます、はいありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録も何卒よろしくお願いしますありがとうございますありがとうございます